葛城水分神社は、奈良県五世関屋にある神社。式内社で、旧社格は孫社。祭神は次の二柱。縁儀式神明町での祭神は一座。水分は、水灰の井で、祭神は、金剛山、葛城の山の灌溉用水を司る神になる。縁儀式記念祭の里都では、吉野水分神社、宇鬱市水分神社、げ水分神社と共に、 山和国の水分4社の一つとして数えられているが、特に当社のみは、明神大社に列している。山城国に水分神社は見えず、水分4社は、山和の主要な水系に位置することから、平安京仙と以前の時代に、朝廷の政治的意図によって廃されたと考えられている。なお、葛城の、 金剛三景の反対側には、河地国の水分神として、県水分神社が鎮座する。創建は不詳。国史では、上和七年に、水分神の神界が、無位から十五位下に創除された旨の記載がある。また、天安三年一月には、カツ水分神の神界が、十五位下から正五位下に創除された旨のほか、同年九月に、カツ水分神ほか昇に対して、 風雨祈願の砲兵の剣士があったと見える。延長5年成立の演儀式新名町では、大和国葛上郡に、葛城水分神社名神大月寺二ー目として、名神大社に列するとともに、朝廷の月次祭、二ー目祭りに際しては平白に預かった旨が記載されている。演儀式では、記念祭場、旧祭場においても、当社の記載があり、 記念祭では官兵に加え馬一匹を加える旨が定められているが、名神祭上に記載はない。また、演技式記念祭祝詞等では、常日の水分4社の一つとして記載されている。その後の変遷は不詳。江戸時代の元禄年間には、山和国、河内国間で堺井水論争があり、元禄15年5月名の石道路は小祖記念で奉納されたものと伝えるほか、 現在の例祭日は小祖決裁日にちなんだものと推測される。明治維新後、近代社格制度では損者に列している。ありがとうございます。